お年玉ください。お年玉くださいじゃなくて、お年玉ください。お年玉今年もらえてない、もうさ、今年からもらえてないんですよ私。今年からもらえてないから、もらえないから、もらえないんです。だからください。社会人だからくれないの。社会人になっちゃったから。だってお年玉、いや、ファンの人にお年玉くださいって言われたらさ、年取ってくださいよってなるじゃない。受けましておめでとうございます。おお、スカイツリーさん元気、久しぶり。お給料ありますよ、お給料ありますけども、お年玉は欲しいじゃない、何年になっても、何年、何歳になっても。そう、学生のうちはもらえてました。もらえるのは学生までっていう。27歳の誕生日迎えられた、おめでとうございます。すごいね、お正月にお誕生日なんだね。いいね、縁起がいいね。お年玉取れ、家まで行く、ちょっと遠いよ、ちょっと結構かからない。結構かからない。最近は何してる。川内さんは明日からお仕事です。明日から仕事を始め、仕事始めしてます。私はあれなんですよ、親戚に電話してないよ。親戚に電話してない、やば、電話しよう。いとこの子供がいるんで、その子たちに今年からあげなきゃいけない立場なんですが、なんですが、今年私は帰省をしていないので、帰省しないし、いとこも集まってないので、あげてない。あげてないぞ。や、翔太さん結婚して新年早々ありがとう。いや、だってさ、赤ちゃん、だって いとこの子供まだ2歳、0歳と4歳1歳とかにさ、 LINE ペイあげてもね、わしの子供にも。え、ひろきさんの子供何歳なの。違う、確信犯じゃないよ、帰りたかったんだけど、いや、 LINE ペイって言われたから。14歳、大きいな。大きいな、まあまあなお金渡さんとやんけ。あれよ、じゃなくて、その何、なんだっけ、そう、なん、そう、私ね、11月にね、私のいとこが結婚をしたんですよ。で、この結婚式に出るために岡山に帰ったんですけど、みんなが集まるけんね、私も出席するために岡山に帰ったら、そう、そこで高熱で出て出られなかったから、みんなに会えなくて、 でもみんなはもう11月に帰ったから今年はお正月集まんないみたいな感じになってて、私だけ会えてないっていう。そう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 。で、なんかさ、ちょっと待って、今日私大人っぽくない。自分で言うやつ、なんか今日大人っぽくない。どう、知らんけど適当なこと言ってる。いつもやるとな、本当。婚期が遠のきましたね、私のですか。え、でもさ、親族としてさ、結婚式に出てもさ、出会いとかなくない。肩違う、肩ポケットないねん、これなんかこういうデザインなのよ、こういうデザインです、私のじゃない。あきびぴぴょんちんさん、あけおめことよろことよろことよろかとよろあけおめことよろ、イエー。そうですよ、今月私23歳になっちゃうんでね、 Tinder やるしか、 Tinder はいいかな、ペアーズもいいかな。え、首そんなツメツメじゃないよこれ、もう最近はね、あんま首ツメツメ着てないかもしれない、そうでもないか、あんま好きじゃなくなってきました。そうなの、一人だけ顔合わせないのすっごい辛い。あけおめことよろな、あけおめ、おめこってさ、星になるの、便利ですね。便利じゃないよこれ。かっちゃんさんに会う、ありがとうことやろう。
ことやろうことやろう。寝て起きてたら1月3日になって絶望してる。え、何言ったらあかんやつ、何、待って待って待って、言ったらあかんやつって何、え、待って待って待って、何何何何、言っちゃあかん言葉やったん、え、待って待って、怖い怖い怖い、え、待って、本当に分かんない、どういう意味どういう意味どういう意味、ちょっと待って待って待って、怖いんだからやめてよ。待って本当に分かんない、放送禁止用語、ちょ待って待って、ちょ待って、ちょ待って、嘘、ね、知らない、本当に本当に知らないし、やだ知らないんだけど、知らないし、そんなよ、そんなやっても分からんし、ちょ待って、じゃあ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 、順調ぶってたらしたらさ言わないじゃん、ちょ待って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 、そういう系、そういう、そういうさ、おしもな方の言葉なの、なんでおしもな方の言葉なんですね、すいません失礼いたしました、失礼、本当に失礼いたしました、それはそれは天然一日で失礼いたしました、もうやめてくださいね、そんな、皆さんひどいですよ、はめないでください、そうやって私を落とし入れてさ、あ、どうなんですか、もう本当に嫌なんだけど、配信切ろうかな、配信切ろうかな、ちょっと待って、本当に、あぶね、あぶね、あぶねじゃないよね、アウトだよね、うん、知らないし、そんなんさ、逆にどこで知んのよ、みんなは、みんななんで知ってんの、逆にみんなは、なんで、本当だよね、アイドル時代にやんなくてよかったよ、危ない危ない、まとめられないよこんな一般人の配信だから、アイドル時代だったらちょっと危ないかも、いやいいんですけど、いや、それはね、推しもネタぐらいいいんですけど、いいんですけどさあ、もうみんなのことセクハラで訴えるからな、りょうたくんありがとう、ハートありがとう、明けおめ、元気、もう知らないし、もう新年早々やだな、勝手にじゃないよ、星をつけるみんなが悪い、星になるコメントをするみんなが悪いんだよ。ね。私厄年じゃないよ。男の子は厄年だよね。いけない、結婚しよう。どういうこと？どういう流れ？どういう流れで？どういう流れのプロポーズ？これは。もう最悪だ。え、だからなんで違うの、そのさ、例えば明らかに分かるようなものだったらなんかさ、あってなるけど、なんでそれが星になるんだろうと思ってよく分かん、なんでそれが星になるのか分かんないからさ、なんでだろうと思って確認してみたら、で知らん、だってやっぱり違うじゃん、別に悪くないじゃんと思ってねえ、なりゆきさん、ハッピーニューイヤー、ありがとう、ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、今年もよろしくお願いします、もうは
知らんしな。知らんしね。逆になんでみんな知ってんの。みんなが悪いよ。知ってるみんなが悪くない。知ってるみんなが悪いよね。知ってるみんなが不純なんだね。男の子だもんまあまあそれは、まあ、まあ結果として、結果としてみんなが悪いっていうことで、はい、次の話題に行きましょう。はい、次の話題プリーズ次の話題プリーズ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  OK。 ユキナは結婚してにちゃんと受け止めてくれるから嬉しいお餅ゼロ、あ、お餅1、お雑煮、お雑煮食べました。喧嘩両成敗、懐かしい。なんかカレピッピとはどうですか。そうですね、カレピッピとはかれこれ10年くらい、とお付き合いをしておりまして、そうなんですか、私って、すいません。作ってない、お雑煮は作ってないですよ。作ってもらいました。実家帰ってない。あ、私はお蕎麦作りました。お蕎麦、年越しそば作りました、うん、初詣行きました。麺からじゃないよ、お母さんと同じこと聞かないでお母さんにもね、明けましておめでとうの電話してさ、あの明けましておめでとう電話して、そば食べたって言って、そば作ったで茹でたよって言ったら、あの粉からとか言われて、作るわけないじゃんみたいな一人じゃない、3人で年越しした。友達3人、友達2人と計3人で年越ししました。明けましておめでとう、今年もよろしく、今年もよろしく。友達実はいるんですよ、私にも。そう、3人分そば作ってみんなで、そう、あ、ジャンプしたよ、3人でジャンプしたの、年越しの瞬間、うい、あ、やば、事故、こうやってジャンプしました。そうなんですよ、ジャンプした22歳と友達はもう23歳だったから、23歳膝見た目なかったよ。たけるさん、明けおめ、今年もよろしく、イエイ、今年もカウントダウン TV、 カウントダウン TV、 あ、見てた、そうそう、瞬間にね、地べたについてなかったんですよ、私天才でしょ。ショートさん、バラン、ありがとう。君がいいなんて言えなかった。最高だったね、青サブ。あ、でも青サブの時寝ちゃってたから録画にしましたサナピオさん、ハッピーニューイヤー、ありがとう、明けおめ、今年もよろしく。シンさん、今年もよろしくね。寝ちゃったでさ、寝ちゃって、でなんかみんなで、あの初日の出を見に行こうとしてたんですよ。そう、初日の出を見に行こうと思って、で何時ぐらい、5時半ぐらいに目覚ましかけて起きたんですけど、眠くて、いっかとか言って行きませんでしたそう、カズッセンさん、
センスありがとう。明けおめことよろ。イエーイ。よしさん、すごい。よしさん、何これ、すごいフレームが。ちょ、時差かも、絶対時差だ。よしさん、明けおめ、明けましておめでとうございます。ありがとう。今年も何卒よろしくね。酔いつぶれてないよ。でも何なんだっけ、お酒を2缶、お酒2缶1缶、2缶と梅酒をちょろっと飲んでました。よろしくです、よろしくね。よしさん、ハートありがとう。ハートもありがとう。いえ、でもお酒はなんか早々に切り上げた気がする。私日本酒飲めないの。日本太ゼロ絶対無理。パープムみたいなやつと、お新酒ってもな、2トンも飲めるか。よしさん、たくさんありがとう。私そうでた、お正月群馬に行ってましたよ。チュンチュンさん、明けおめありがとう。今年もよろしくお願いします。パープムと、あとなんだっけ、あと、あ、グレープフルーツサワーみたいな、パープン、わかんないけど、あ、全然温泉とか草津とかじゃなくて、私お酒ね、もう最近ダメね。そう、なんかわかんない、なんかさ、本田翼ちゃんが CM してたやつ、バーポームムみたいなやつ。そう、酔っ払ったら絡んできと、あ、でも、あ、そのオチリン、みんなが知ってるオチリンとかとお酒飲んでて、オチ酔ってしまったら、もうずっとオチリンに、もうこういう状態です私は。ニューイヤー駅でも見てない、全然見てない。箱根は見てました、結構。よしさん、ありがとう。おしりんはそんなお正月を一緒に過ごしてないです。おしりんはね、バイトでね、忙しくてね、そう、バイトで忙しくて全然会ってないです。でもまあ今度また会う予定があります。くそ、また別のお友達と一緒にみんなで過ごしました。そう、おちりんは大学院行ってるのだから全然会ってない、お正月は。箱根駅で全国区やろ。ぶっちゃんハートありがとう。明けおめ、今年もよろしく。ゆうくんさん、ハートありがとう。ことよろです。友達いますよ。待て、友達いるんだから。友達いるのよ。おちりんと年越ししてない。おちりんはねカルピと年越ししてたから。友達いないキャラなの私って。え、わかる、それね、全員年下のやばいよね、マジで。それな、チコさん、チコバルボンさん、ありがとう。明けおめ、ぶっちゃんもありがとう。明けおめ、そりゃうちにもね、そうだ。警察、怖いよ。そう、年上の人とおちりんね、幸せそうでね、そう、何よりよ。インテリアくださん、明けおめありがとう。今年もよろしく。どうも、今年もよろしゅうですな。そう、この間ショールームで言ってた人、
そう、なんか見事お付き合いをねしまして、幸せそうですよ。悪いことしてないよ、私は。お真面目に生きてます。マコリンさん、明けおめありがとう。今年もよろしく。明けましておめでとう。イエーイ。かまちちゃんはうーんってとこうーんってゆきなところには来ないの。何がですか。あ、おみくじ。おみくじですか。私はね、なんだっけ、私なんだっけ、私は吉、ん吉だっけ、吉、吉引きました。吉引いて、そう、群馬県の神社に行ったんですよ。そう、吉を引いて、友達が大吉引いて、大吉のを持って、自分 あくまで自分が引いたかのようにしてました。ここにね、おさい銭たまりそうだよね。あ、待って、待ち人なんだっけね、写真撮ったんだけど、この携帯なんだよね。あの、なんだっけな、なんだっけ、あ、でもね、なんか良かったよ。良かった人なんか良かったよ。うん、多分大丈夫そうだった。今年なんとか適当くね。群馬の有名な神社でも結構人いた。結構人いましたよ。うん、いました。おめでとうございます。おめでとうございます。待ち人の意味、私のこと待ってる人じゃないの、違うの、わかんない、なんその神社わかんない。そう、あれ、コバさん群馬の人。群馬寒かった、ってか肌荒れした群馬の、群馬の空っ風で肌荒れしましただよ。草津温泉行ってない、本当に友達と過ごしただけ。そうで、今日帰ってきました。そう、マジで乾燥してるから、もうか洗わなくて、ちょっと今ニキビがちゃんが出てき始めました。群馬に友達がいるんですよ。なのでそのお友達に会いに行ってました。マリアさんじゃないね。でもそう、美肌ランキング書いたけどさ、マリアさんめっちゃ肌綺麗だよね。そう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 、なんだっけな、どこ、なんだっけ、あ、冠稲荷、冠稲荷に行きました。そうね、明日から仕事だよ仕事だよ。なんと、なんと仕事ですね。有名人いっぱいいたよ。寒かった、並ぶの。あ、なんか縁結び良さそうだった、良さそうだった良さそうでした。木のじいさん、明けおめ、明けましておめでとうございます。ありがとう、今年もよろしくね。お宅始めしないと、そうね、お宅始めね、しないとね。3日間で片付けたいことあったのに、ダラダラして何も片付かなかった。私はね、30日にね、自分の部屋の大掃除、大掃除しました。え、チュンチュンさんで実家群馬なん。金曜から、金曜なんかあるん。え、ちゃんとね、読んだよ、ちゃんと読んで吟味したけど忘れました。東京大神宮が恋愛に、そうなの、初めて聞いたよ、その神社。そうそうそう、でっかい赤い鳥やった。ナータン卒婚、いけない、いけないの、いけないの、いけない、当たんなかったし、なんならお仕事入ったから、お仕事してくる。悲しい、悲しいけどお仕事を楽しむ
縁結び子だからアンさんの神社らしい。出雲大社で縁結びませんか。じゃあ今何群馬の方にいるの。かまちさんにぴったりだね。ありがたいね。ありがたいね。そう、楽しく過ごしました。今日はなんかカフェに行ってました。カフェ行って帰ってきました。そうカフェでバターチキンカレーとモンブラン食べました。福袋買ってない。早くご両親に孫の顔を見せてあげなよ。早くない？だってまだ22だよ。まだ焦んなくてよくない？孫の顔はそんなさ、親に22でさ、焦らされても困っちゃうよね。あ、個人のカフェ、チェーン店とかじゃない。そうそうそう。汗なたうはもう大人だけど君だけのものになれないの。あ、ごめん、いつまでも好きでいて。なんか友達の行きつけみたいな。そう、確かに。ななみさんはね、そっか、ななみさん20?1個上だもんね。22で結婚されてる。 22で23で結婚されてるかな。じゃあ私ももういいのか。もうでもそうだよね。まあでも周り大学卒業してて結婚してる人いないからな。まだいないんだよね。なんかでも周り見てると、なんかインスタとか見てると結構もうなんか4年くらい付き合ってる人とか結構いるんですよ。私なんか幼馴染すごいのがね、高校1年生からずっと付き合ってるので、次と付き合ってて、この冬から同棲を開始してて、早く結婚式呼んでって言ってるんですけど。そう、いいや。じゃあでもさ、その高校1年生って考えたら、高校1年生だから高2高3高4高4は違う、高4って何、高2、高3、第1、第2、第3、第4、社会人1年目。7年7年もさ、7年も付き合ってるんだよ。結婚しなよ早くと思うんですけどさ。でもなんか先輩とかお話聞いてると、8年付き合って別れたとかさ、なんで8年付き合って別れんのみたいな。何なんかさ、それいろいろあるんだろうけどさ、ね、8年も付き合ったなら別れなくていいじゃんと思っちゃうよね。ショートさん、今日もありがとう。今年もよろしく。妥協も必要だからね。12年つけたわけなんで。なんか本当に素直になんで。そうなんだよ。そのさ今から8年付き合おうと思ったらさ、30歳になっちゃうわけすよ。だからさ、うわってもう無理じゃんと思ったんだよ私も。もうさ、だけどさ、最近会った、うん、明けおめ、ふみやさん、こないだこちらこそどうも、イエーイ。今年もよろしく。かっちゃんさん、ブッホーありがとう。エアーさん、お手紙ありがとう。8年付き合うと、その8年間は他の人と付き合わなかったということだから、この人でええんかって思うみたい。なるほどな。でもさ、じゃあさ、この間知り合った方で、が、もう、なんだ、30歳ぐらいの美容師さんだったんですけど、は、
1ヶ月で結婚したらしいの。そうだから、あ、それもいい、それもそんな人もいるんだって、あ、何でもいいじゃんと思ってもうさ、でその人が言ってたのは、もう結婚はもう勢いだよってな、引きずれば引きずるタイミング見失っちゃうから勢いだよ、そういう人に出会ったらもう勢いだよみたいな言ってたから、なるほどなるほどみたいな美容師さん、漁師じゃない、美容師、美容師、美容師さん、そうだよ。ユッキーナ何ヶ月、え、でも1年は お付き合いしたいかな、なんか少なくても。まあでも分かんない、そのさ、もうさ出会ってさ、出会ってさ、ビャキーンって来てさ、ビャキ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 ビリビリビリってさ、あ、じゃあこの人と結婚するんだってさ思ったらさ、あれなんじゃない、知らんけど。そうだ、だってさ長く付き合った人が離婚しないかって言ったらさ、そういうわけじゃないじゃん別に。だしさ短く付き合った人が離婚するとかさ、分かんないじゃん多分。そういうは、なんかまあ、どっちが多いとかはさ、あるのかもしれないけどさ、結局あんま関係ないじゃん。そう、離婚があった時は離婚じゃんとか、別れる時は別れるじゃんみたいな。そう。そう、でもさ、出会って1ヶ月でさ、私が例えばさ、お父さんとお母さんにさ、ちょっと、結婚することになったって言っててさ、言ってさ、いつからお付き合いしてるのって言われてさ、あ、1ヶ月前って言ったら、多分私とお父さんとお母さんは結構何お堅いタイプなので、多分怒るのかな、分かんないけど、なんか怒りそう、怒るっていうか、ほんまにそれでええんかって言いそうわかる、なんか言いそうなんだよね私のお父さんとお母さん。そう、私お真面目なお家庭にお生まれしたので、付き合った女性と別れた経験がないけど逆に嫁いけない、わ、素敵素敵素敵やん素敵やん、同棲はして、なんかすごい今さずっと妄想ばっか喋っててちょっと辛いんだけど、どうしたらいい同棲、そうですよね、同棲とかはどうなんですかね。あ、でもこの間なんか上司が言ってたのは、なんか同棲もいいと思うけど、なんかその上司の方は結婚してから一緒に住んだんだって。そうするとなんか結婚する喜びがすごいでかいから、よかったよって言ってたそうだよね、言霊ってあるしね。来年あたり結婚する気がする、来年2024年、確かに24歳だもんね。そうそうそう、職場結婚は絶対ない、あ、もうこれは絶対やる、もう絶対ない、絶対ないと思います。そうと思う、どこで知り合うね、どこで出会うんだろうね。でも私でもあれしてみたいです、あの私さ一個夢があってさ、なんかさ、その居酒屋とかでさ、その付き合うとかじゃなくて、そこら辺の人とお話ししてみたい、なんかこじんまりとしたさ居酒屋とかでさ、かまちゃんイケメン好きそうだしな、イケメンは好きですよイケメンはそりゃ、イケメン可愛い子好き？好きだよね。私もかっこいい人好きよ。ですよね。友達の知り合いはないの？私の友達ってさ。そのさ、今さ内面と外見どっちが大事っていう話をしないんですよ。イケメンが好きかって言われたから、それは好きでしょって言ってるだけで、
別に内面重視ですとか外見重視ですって話をしてるわけではないんですよ。わかります？みたいな。そうですよ、そこ重要ですからね、そこ重要。そうだよね、好きか嫌いかって言われたらさ好きですよね。わかんない、合コンしたことない、してみたい、してみたい。え、でも怖いな。あ、一緒か、確かし、イケメンの俺関係めでたい、めでたいめでたい。イケメンの定義、イケメンの定義か、私がイケメンと思ったね、イケメン、そう、イケメン可愛いに越したことはないんですよ。男の人と飲みに行く機会、男の人と飲みに行く機会か、あるとしたら会社の人たちとのなんか何、忘年会とかさ。最近会社の同期とも飲みに行ったりとか全くしないから、先輩とかもなくて全然ない。地元の幼なじみ以上かな。お得意さ、そういうのない。芸能人で好きな顔は、好きな顔か、もう本当顔だけ、顔だけでしょ、顔、顔だけ、顔だけだと、うーん、顔だけだと、顔だけだと、そうだな、顔だけだと誰だ、イニの推しメンは別に顔がドタイプってわけでもないかもしれない。なんだっけ、なん、誰だっけな、誰だっけ、なんだっけ、なんだ、名前で忘れしたのさ、なんだっけ、なんだっけ、名前もど忘れしました。あんま好きじゃないってことか。赤楚衛二くん、赤楚衛二くん、赤楚衛二くんだ、顔タイプですね。お金持ちがいいんじゃない。あ、この間会った美容師さんね、お金大事よって言ってた。あ、たんちまった。男の人は金大事よって言われたの私。そう言われた。やっぱりお金持ってる方がいいよって言われました。ウケるって。それ誰でも大事よね、お金って大切にしなきゃだからね。かっこいいっしょ、赤楚衛二くん、かっこいいよね。女の子でもかな、いや本当に、でもマジで、でも女の子は、女の子は可愛いのがいいなって思います。だって可愛かったら、可愛かったらさ、例えばさ、生まれつきもお肌が綺麗だったら化粧水もさ、500円の化粧水でいいわけですよ。わかります？嬉しい。例えば私はね、もうね、整形したいんですけど、したいんですけどとか言ってさ、あれなんですけど、もうね、最近したくて調べてるんですけど、なんか それもしなくていいわけじゃない、じゃない？
コンプレックスをそう直したいとか言って、そうでお金かからないでしょ。どこ全部全部、あ骨延長ね、骨延長もうね、そう自分の鏡見て憂鬱になっちゃうから、そうでみんなそうやって言ってくれるんだけど、もうそれ自己満の話だから、そうそうそう、ぶっちゃんありがとう、ハート明けおめことやろ、何回も言うよ、イエイイエイ。まあそんなことは置いといて、お金かからないでしょ。でだし何、あとそれこそ例えば可愛いと可愛いね可愛いね可愛いねって言ってもらえるでしょ。いいじゃん、整形だってさお金かかってるんですよ、お金かかってるんだからさ好きにしたらいいじゃんね。でも優しくしてもらえるのよ、男子同級生男子とか。最高じゃんと思って。明けおめです、明けおめです、今年もよろしゅう。そうだよ最高じゃんって。そうなん、自己肯定感がね人生を不幸にするか幸運にする幸福にするかって話です。じゃあ何だ、新年早々重たい話をしてるよ私は。ぶっちゃけ作ったかいいか、でも今もいっぱい溢れてるから良いじゃん。ゆっくりのショールームのサムネは原宿のカフェかな、もう2年前とかかも。そうきなちゃんモテたいに決まってんじゃんね、モテたいよって。そう承認大事だから私はこうやってショールームをするとそんなこと言ったらあれですけど、ショールームをするとみんなが、まあ、何人かは可愛いって言ってくれるんで、どうに精神が保たれてるんですよ、もう大感謝大感謝よ本当にみんなには。木野じいさん可愛いありがとう、そう偉大だよ君たち偉大、ぶっちゃん可愛いありがとう、なりゆきさんも可愛いありがとう、はいにゃんにゃん そうそうでもうビタミン剤と同じマジで。福丹さん可愛いありがとう、ありがたいね、あみんな可愛いくれるわ本当に。翔太さんかわいいありがとう、ゆうくん様ありがたいありがたい、チュンチュ様ありがたい、あ馬の温泉様ありがたい、もうジョニー様ありがたい、もうみんなありがたい、みんなかわいいってありがとう。お久しぶり兵庫いいね兵庫、なんかロングコート着てていい女感がすごかった。ロングコート、私あれ難問のラストライブの時の私ですか。定型ですな定型ですなめっちゃ可愛い言ってくれる、助かる。ふみやさんめっちゃ可愛いありがとう、お年玉はよお年玉は、私まだ可愛いって言われたいかも、うん、あれはかっこよかった、どれはかっこよかった、私の表参道の美容室通ってないよ、ウーロン茶飲んでますよ、ウーロン茶。そうじゃあ私は違う、可愛いおばあちゃんになることが理想だから。成幸さん小判ありがとう、表参道全然行けない、なんかさ表参道はもちろん行ったことあるんですけど、
もう場違い感がさ激しいわけ本当にないよ小中どこにもない。もうなんか浮いてるわと思っちゃってちょっとあんま行けない。どうせしかもハイブランド買えないし。一生の目標ですよ可愛いおばあちゃんは。今月本当に飲めない。マジでもう匂いでうってなる。一人で港未来に赴いたら地獄を見た港未来ね行ったこと。ピアーリーナ あれだ。なんかの時にさ私乗せてたよね。モリンさんの大学の近く通ってた。私私は何が好きかな。私は東京のどこが好きだろう。なんか新宿も人多くてちょっと嫌ですし、新宿ルミネよく行きますよ。よく行きます。渋谷もちょっと無理ですし、渋谷もあんま行きたくない。あのライブでは行くけど、そうちょっと出歩くのは嫌だ。西日暮里、西日暮里って何があるの。下北沢もこのあれちょっと前に下北沢のカフェに行きました。新橋サラリーマンの街だ。で有楽町あれじゃん、私が取材されたからでしょソロ原宿、原宿、あでも原宿に、原宿にちょっと行くかもしれない。よく原宿のある店にだけ行って、原宿滞在時間マジで10分とかで原宿されます。あでもこのクリスマスさ有楽町とかさ、有楽町日比谷さ、なんか3回くらい行ったかも。渋谷行ったこと全然ありますよ。います。でもな何して遊んでるだろう。あんまなんか、あでももう最近さなんかカフェとかも行かないから、なんかだいたい外で出るときって服見に行くときで、だからだいたい新宿の新宿のルミネで服見てます。日比谷は私はレミと行きましたよ。レミとあと誰と行った。レミと会社の同期とあともう一人友達で行きました。吉本行ったことない。あ伊勢丹、伺い高い無理。ルミネのルミネエストばっか言ってます。同期女の子ですよ。同期ルミネエストによくいます。私よくはいないかもしれないけど、あ新大久保も行くかも。なんかさ新大久保で新大久保行くかもしれない。でもあんま好きじゃないんだよね新大久保の駅。駅狭いじゃんめっちゃ。駅狭いからさ、南インチャケランさんありがとう。何これパンダうさぎ年だけどパンダなのかな。ありがとう。えなんかもうぎゅうぎゅうなの、狭くてそれがちょっと嫌で、だからなんか新大久保行くときは新宿からなんか降りていきます。どこの街が好きなの。あんまどこも好きじゃないあんまどこも好きじゃないかな。家が好き。あそう韓国料理食べに行くかも。韓国居酒屋とか
いやもう東京ちょっと嫌かも。岡山だとどこがおすすめ？岡山だと全部おすすめ。部屋借りて、何部屋借りてって楽しそう、いいな、何それ、それ関東の人の遊び方なの？え、なんか結局例えばじゃあ土日お休みってなった時に土曜は出かける気になれるんですけど日曜はゆっくりしたいって思うの。そう、倉敷もいいよ、どこもいいよ。そうもうね、ゆっくりしたい。なんか最近本当にいっぱい寝てる。和習山も岡山、私でも行った記憶ない、あんまり。もうさ東京の電車がさ辛いのよ。なんかさ冬になってさ、みんな厚着してるじゃん。だからさ人の面積がさ増える、傘が増えるじゃん、一人当たりの傘が。だからさ余計に苦しい。わかる？かっちゃんさん、かわいい、ありがとう、言われて嬉しいよ、ありがたいね。そう、え、だからでも私分かった、外で出歩くときさおたかつしてるかもしんない。おたかつ、マジでおたかつぐらいかも。おたかつか、なんかみゆこのライブとかさ、かりんのライブとかさ、そんなんばっかかも。あんま、いや、ほんまになんかスーパー行くとかなんかニトリ行くとか、イケア行くとか、なんだろう電気屋さん行くとか。なんだろうそう、フグ買いに行くとかね、ユニクロ行くとかさ、そんな感じかもしんない。うん、渋谷もそうだね。でさ109行かなくてもさ新宿に大体あるからさ、だったら新宿で行くか。ホームセンター。え、一緒なんやかんとか、あとは近所の居酒屋とか、友達が来てたら近所の居酒屋行ったり、だから友達のお家に行って友達のお家の近所の居酒屋に行ったりとか。そう、趣味ってなんだっけ、アイドルオタクです。最近ね、なんか買ったよ。あ、持ってきてあげよう。私が最近 IKEA で買ったやつ。いて、 IKEA で買った商品を紹介するからちょっと待ってて。よいしょ。 IKEA でね、私が、最近買ったおすすめの商品はこちらを買いました。これ多分700円800円ぐらいだった気がします。こちらです。知ってますか皆さん、これ知ってます？これ知ってますか？そうそう、刺して遊ぶやつなんですけど、これそう広がるんよ。でこれにお皿とかさ食器とかを置けるの。そうで、ここにあの何給水マット引いて、私のうちキッチン狭くてさ、いつもさ困っ、なんかちょっとどうしようと思ってて、そうこれが欲しくて、ずっとそれで IKEA 行ってあったから買いました。そう、うー、すごい、お腹鳴った、お腹、私お腹すいたんだよ、みんな聞こえた今。
ずかしい、恥ずかしいね。あ、お雑煮くれたきのじいさんが、ありがとう。恥ずかしいわ。で、やばいよ、お腹鳴っちゃった。福丹さんもお餅くれた、ありがとう。おならじゃないよ、お腹だよ、お腹。ラーメン食べたい。ちょっと最近近所に美味しそうなラーメン屋さんがさあることに気づいて気になってます。ラーメン食べに行こうかなって。あ、この間初めてつけ麺デビューしました。つけ麺をさ、ラーメン屋さん行ってもケツ麺じゃない、つけ麺を食べることがなくて、ちょっと食べてみようと思って。そう、なんだって、おしりんが好きすぎて、すいませんね。すいませんね。そう、美味しかったよ、つけ麺。つけ麺めっちゃ美味しかった。多くないよ、私は言わないですもん。そう。そう。っていうね、なんだっけ、何の話だったっけ。そう。わかんない、なんかどっかのラーメン食べました。三田製麺所ではない。こんばんは、美味しかった、ラーメン食べたい。エアーさん、お餅ありがとう。お餅食べたいな今年。このコップ、ウーロン茶。新たな一面、全然よ、新たな一面、まあ、新たな一面も見せていく。バキバキ言ってる、え、聞こえ、私のこのさ、ボキボキ聞こえるのかな、聞こえるこれ、ボキボキって言ってるの。聞こえないか、さすがに聞こえない。あ、このこれは100均だと思う。聞こえるのかな。ファンスが送れるんじゃない、わかんない、水着ね、買わないんじゃない。なんかさ、今年じゃない、2022年にさプール行ったんですけど、2022年プール行ったらさ、すっごい日焼けしちゃって、真っ黒になっちゃって、まださ背中に跡が残ってるの、私背中にさ、背中さ、本当にさ、ちょっとさ、この辺黒いのさ、この肩のさ、肩のこの辺が黒くて、まだ黒いっていうか茶色くて、薄くなってきたんだけど、もうそう、だからもうプール行きたくないと思ってさ。それウォータースライダーはあれだよ、大学4年生の時だよ。バツじゃない、四角になってる。ナイトプールじゃない、普通に昼間のプール、なんだっけ、 あそこ行きましたよ、ね、有名なところなんだっけ、有名なプール、東京のなんだっけ、見せてみて、おいおいおい、ちょっと見せるわけないでしょ。サマーランド、それ東京サマーランドに行きました。そでさ、そう、私その時きのちゃんとおしりんと3人で行ったのね。3人で行って、そうで、そうで、私ときのちゃんはもう、ま、もう同じく背中が黒くなって、オチリンが第一遅刻したんですよね。だからオチリンだけ焼けてないのさ。男の子いない、3人で行った。そう、オチリン地獄しやがって、あ、そう、オチリン待ってる間になんか
っと流れるプールさ泳いでたらさ背中が真っ黒になった。そう、インテリアクダさんハッピーニューイヤーありがとう、ありがとう。8ドルだから、今外国にいるの？え、外国にいるの？そう、それで私ときのちゃんは流れるプールに、で流れに身を任せながら、プールのところで、なんかプールの何上がったところでライブしてる、あの地下メンズ地下アイドルを見てイケメン探ししてました。グアムいいな、グアム、私グアム小学生以来行ってなくて。そう、よしさんありがとう、お餅食べて、お餅食べたいよ。そう、え、あの人友達にいたないとか言ってました、ずっと。え、あの中だったら何色推しとか言ってた。そう言ってた。でもさ、そうそうそう、たなんかファンの子とかも水着だから羨ましいよね。音なんか服がさ色だからさ、メンチカのライブ行ったことない。なんかだってさ、なんか、え、さっきと同じ人いないとか、めっちゃにさっきの人に似てないとか言ってさ、え、みさきこの子、みさきちょっともういいか、もういいや、きのちゃん、きのちゃんこの人顔好きそうとかさ、ゆきなこの顔好きでしょとかさ。ああそう話してて。そう、もうさ言われんのよ、ゆきなの好きな顔分かりやすってめっちゃ言われる、好きそうみたいな。めっちゃ言われますね。なんか私はすごい系統が揃ってるらしい。大体あって、あ、大体あってたけど、いや、ちょっと、その人はちょっとチャラいわ、とか言ってた。君の花になる見てないけど、なんか、TikTok でよく流れていくから、それは見てた。キャプテンタイプ？キャプテンタイプ？私が中学生の時に買ったお店で、キャプテンだったわ。キャプテンでした。何色、色知らない、色知らないわ私。こんばんは、こんばんは。黄色です、黄色は誰ですか？空白の花、好きな人がいたんです、5月の風が吹く頃だった。お、おしめんが配信、失礼いたします、またね。山下くん調べてみよう。好きな人だったんです。そう、でも別に全然キャプテンタイプじゃないわ。何？全然キャプテンタイプな人じゃないと思う、私の好み。別に関係ないと思う。たまたまですね、その人は。スパフル？チグハグ？チチチチチチチグハグ。チチ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 。何系は受け付けないですか？わかんない。何系は受け付けない。なんだろう。早とちりしてキャプテンになるとこだった、危ない。何系だろう、なんだろう、何系、なんか
何系だろう。あんまりウェイ系は好きじゃないかも。ウェイすぎるのは、ウェイすぎるのは好きじゃない。オラオラ系も好きじゃないと思う。日焼けも、いや別に、黒髪マッシュ、でもキノコすぎたらちょっと嫌かな。でもさ、なんかさ、マッシュの人ってさ、ちょっと可愛い顔したりするじゃん。年下、あーやっと分かんない、年下とかあんまり、年上とかとね、笑った顔が可愛い女子みたいなこと、男子みたいなこと言ったね。あきひろさん、お餅ありがとう。あけおめことよろ。なんか、かわいい、かわいいが好き。でも別にオラオラ系の人でも可愛さを見出したら私は好きです。どうって動画がいいわけじゃないんですよ。これがまた違うんくて、ちっ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 ちなんですけど、違うんですよ。顔が可愛いわけじゃないんですよ。なんていうの、その女の子みたいな顔の可愛さとかそういうことじゃなくて、そういうことじゃないところがポイントなんですね。森山さんは誰ですか。そう、不意に出る可愛さ的な、不意に出る、いや、なんだろうな、もう私が可愛いと思ったらもう可愛いんですよなんだろう、なんかずっとなにわ男子のメンバー売ってくる人がいるね、なんだろう、だから、まあ、仕草でも顔でも何でもいいんですけど、声とかでも何でもいいんですけど、あ、サイレント見てましたよ私。なんだろう、なんだろう、なんだろう、前言ったことがあるのは、あの何あの前多分ショールームでね言ったことあるかもしれないんですけど、言ったことあるのは、なんか写真とか見たら一重ちゃうって思っとったら、で近くでなんか話しててしたら、まぶたが折れ曲がってるやんみたいな、奥舞台やったんみたいなのが可愛いってなりますちょっと待って、わかります？なんかね、わかるかな、やばい、ちょっとキモいかな確かに福田さん、パッチリ二重やわわかんないなんかさ、例えば目つき、なんか男の人でさ、ちょっと目つき悪そうな人っているじゃん。でさ、全体的に見たら目つき悪いんじゃけど、なんかちゃんと喋っとって、普通によくよく喋っとってさ、そしたら笑ったりとかさしとったらさ、意外と可愛い目してるやんみたいな、なんかつぶらな目してるやんみたいな、そういうこととか、こう笑ったら可愛いやんと思ったら可愛いみたいなことですねわかるかな、が好きです。あー、ギャップはずるいよ。ギャップはずるいと思います。なんかその辺の、なんかさ、そんなさ、簡単にさ、そんな人さ、すぐみんな好き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 ってなんないけど、なんか普通にみんな友達とか喋ってて、おー、ギャップやんとか思うことはあります。ギャップええやんみたいなわかるかな、ギャップええやんみたいな、なんない、みんな
エクバー恋の落とし穴。私がこの間会ったのはその人のことを好きとかいうわけじゃなくて、ただギョップって思ったのは、友達の友達と友達の友達に会ったんですね。でその友達の話は聞いてたんですよ、友達から。わかります？聞いてて、でなんかそのさ、写真とかしか見れないから、なんかまあなんとなく頭の中でイメージがあるじゃないですか、その人ってこんな人なのかなと思ったら、想像以上になんか癒しボイスで、そう、声優しいみたいな、ええやんってなりました。声ええやんみたいな。わかるかな。ぶっちゃんお餅ありがとう。イエーイ。やばい、餅食べすぎて太っちゃうよ。萌えじゃない、ええやんです。ええやん。インテリアクトさんペンライトありがとう。そうそう、顔からの想像と違ったのよ、私の想像と。でもさ、ほらマスクのからのみたいなこと一緒かな。なんかイケボは分からへん。ええやん、やるやん。そういうのはね、そういうギャップっていいですよね。私もさ、ギャップを作りたい。 何のギャップがいいかな。私絶対さ、ギャップ慣れしちゃうと思うんだよね、自分。なんか黙ってればさ、黙ってれば清楚って言われるのにさ、喋ったらアホだからさ、ギャップないじゃん。キャスターさんアイスありがとう。そうなんだ。どうし、なんか何どうしたらいいんだろうね。何のギャップが素敵になるかな。めっちゃお茶飲むじゃん私。ああ一見頭悪そうに見てた。あ、確かに頭いいか。確かに。確かにね、できる子になればいいのか。頑張ろう、できる子目指します。2023年は私、 OK、 2023年は私はできる子になります。何を、なんか分からんけど、できる子になります。目標、イエイ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 。私もでもお姉さん女子になりたい。今見た。お姉さん女子になりたいです、私も。お姉さん系になりたいなね。港区女子どう、港区女子になってみる今年。鎖骨も出しちゃってね。私さ、何スナイトルとかのさ、お花柄あるじゃない、お花柄を着るとさ一気に38歳ぐらいになっちゃうのね。だからさ似合わないんですよ。あ、絆創膏持ちたく、大事。会社には絆創膏あるよ、持ち歩いてないけど。港区が、でもちなみに港区がどこか知らないんですよ。港区って何がありますか。港区、あ、六本木港区だよね。で、私六本木のさイルミネーションを見に行ったんですよ。その時に港区って書いてあったから、港区って分かりました。
東京タワー、東京タワーどこにあるのか分かんない。ロエベ来てセリーヌのバッグいくらかかんねん。テレビ局分かんないです、分かんないです。だから多分無理です。レミは、レミとは日比谷、日比谷とあれだ、アートアクアリウム行きました。ヴィトンのカバンも、私ブランド物ってね、あれだよ、あのおばあちゃんに買ってもらったマイケルコースのカバンと、あの真帆に買ってもらった、あの真帆が誕生日プレゼント、あ、誕生日プレゼント返したら返さなきゃ、マイ、じゃあ、じゃあマーク・ジェイコブズのお財布ぐらいしか持ってないです。白金、白金高輪みたいなやつ、そう。パパ活専の、パパ活専用、白金なんだ、ね、そうそうそう、まあいいね、ブランドもんじゃなくていいんですよって思ってますだって17分だ、20分だったら終わろう、ご飯食べなきゃ、食べなきゃ。マジで2022年ってさ、いっぱいいろんなことあったねって思いません？どう思います？今日のメニューと豚肉をどうにかします豚肉をどうにかしますね、うん、あ、急になんもないですよ。あ、そう、お腹さ、お腹鳴っちゃうからさ、2020だって、2022年さ、だって1月何してたっけ、1月1月何したっけ、あ、そう、ショールーム復活した、で、自分の誕生日にキノちゃんと猫カフェとご飯連れてってもらった、でキノちゃんと一緒にドレスの写真を撮った、で、バイトが全然コロナで入れなくなった、2月卒論頑張ってた、バイト全然入れなかった、そうだね、2月の面白い、3月卒業式、大学卒業した、引っ越しした、いっぱい遊びました。あ、2月ノイミーのライブ行った、でしょ、4月入社した、イコラブの仙台行った、あけおめ、あ、チェキ返したね、チェキ返ね、何したっけ、まあ遊んだ、いちご狩りとかも4月かな、5月バスラ行った、仕事した、なんかしたる、もう分かんない、いっぱいしました、なんかいろいろ楽しかったです2022年楽しかったです。なんか写真とかまとめて出そうかな、まとめ写真、今さら2023年になって今さら出そうかな、こんな感じです。ってことで20分になったのでランキングを読みたいと思います
2022年ね楽しかった、私すっごい楽しかったよ。そう、出張いっぱいしたし、新しいお友達できた、新しいお友達できたっけ、まあ会社の同期しかいないんですけど、あの新しくねお知り合いになったとかで、あと会社の人に恵まれたし、あとなんだろう、おたかつできたし、いっぱい、そう楽しかったです。2023年も頑張ります。ランキング見ます。13位、あきりんさん、あけおめありがとうございます。あけおめ今年もよろしく。12位、ふくたんさん、ありがとうございます。今年もよろしく。11位、ブリントさん、ありがとうございます。今年もよろしく。10位、かっちゃんさん、ありがとうございます。今年もよろしく。9位、ショートさん、ありがとうございます。今年もよろしく。8位、カスターさん、ありがとうございます。今年もよろしく。7位、みなみんちゃけらんさん、ありがとうございます。今年もよろしく。6位、ふみやさん、あけまして、でも違う、ありがとうございます。今年もよろしく。5位、ぶっちゃんさん、ぶっちゃんありがとうございます。今年もよろしく。4位、きのじいさん、ありがとうございます。今年もよろしく、どうぞどうぞ。何、3位、エアさん、今年もよろしく、どうぞ、ありがとうございます。2位、ジョニーさん、ありがとうございます。今年もよろしく、どうぞ。1位、ヨシさん、ありがとうございます。今年もよろしく、どうぞ。よし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 、ということで皆さんありがとうございました。また定期的にするのかな、しないのかな、もしかしたら突然ショールームを辞める日が来るかもしれませんが、それは知りませんよ。予定はないですけど、まあ楽しく生きていきたいと思います。2023年もう楽しく充実した。匂わせ、何の匂わせですか、知りませんが、バイバーイバイバーイバイバーイ、今年もよろしくねー。